神奈川県立山和高等学校は、神奈川県山和市月見の山頂目に所在する公立の高等学校。通称は和鷹。神奈川県の学力、工場進学重点公園取り移に指定されている。自由な校風で自主性を重んじている。男女共学。旧山和座間綾瀬学区のトップ校。2010年度に神奈川県教育委員会より、 学力向上進学重点校に指定された。現在は学力向上進学重点校エントリー校に指定されている。一次元65分授業を採用している。英語教育を充実させるため、G-Tech と TOIC の受験がカリキュラムに組み込まれている。分離によるコース選択は1年次に行われ、2年次から コース別の授業が展開されるなど、早期から生徒の進路意識を高めている。3年次から在校生は、文系学部進学を目指す1類、理系学部進学を目指す2類、医学部、薬学部など医療系学部への進学を目指す3類の3つの類をそれぞれ選択できる。また、部活動も盛んで、運動部では創作部用部や女子サッカー部、 女子ソフトボール部などが、文化部では、物理部などが実績を上げている。また、吹奏楽部は過去に TBS 系列テレビドラマ、チア団の撮影協力を行ったことがある。全日制体育祭は、毎年5月中旬に行われ、男女ソロとペアのダンスが特徴的である。マスコット制作も行われており、体育祭実施にあたって、 誕生月ごとに編成される各組はイメージカラーに合ったキャラクターを毎年1月くらいから制作する。体育祭の日には金髪や各組のイメージカラーに関連した色に選抜する生徒が多く見られる。文化祭は演児祭と呼ばれ8月下旬9月上旬に2日間にわたって行われる。7月中旬と3月上旬に年2回球技大会が行われている。 クラス単位で勝敗を競い、各競技の順位で決まる点数の合計点で総合優勝を争う。各競技ともトーナメント方式を採用しており、1日目を予選トーナメント、2日目を決勝トーナメントとして2日間にわたって行われる。競技は以下の5つである。修学旅行は2年時の10月中旬に行われる。3泊4日の日程で沖縄県へ行くことが多い。 など多くの学校行事が行われている。また、総合的な探究の時間の活動の一環として、大塚製薬とカゴメから講師を招き、助言を受けている。大和高校には、以下の部活動と同好会、委員会が存在する。作詞は、勝吉を、作曲は、平井幸三郎。東急田園都市線月目の駅、東急田園都市線、 小田急江ノ島線中央林間駅。ありがとうございます。